絵画や美術品を扱うお店が多い中央区銀座で、大明小学校の児童たちが画廊をめぐる社会科見学を行いました。子どもの美術鑑賞教育を多くの大人の手の力で、実現させたいということですね。あともう一つは地域社会に、銀座の街で育つ子どもたちに、銀座の街で働く人たちをご紹介する。今回参加したのは小学3年生の皆さん。4人のチームに分かれ、大明小学校近くの画廊を訪ねました。画廊では作品について説明を受けたり、児童から質問をしたりと、いつもは静かな画廊に子どもたちの声が響いていました。素晴らしいです。生活の中でね、身近なところで絵がある、その素晴らしさも子どもの頃から分かっていただければいいことだなと思います。楽しかったです。山とか川とかが映ってる絵とかが良かったです。すごいと思ったけど、ちょっとお金がちょっと高くすぎて。芸術の秋、大明小学校ならではの体験学習となったようです。